来たおお、ムカタが突然前線に上がっていくぞ。カセマル、松野に当たれ。パスだ、俺にパスをよこせ、みたいな。そんなバカなみたいな。オフサイドトラップか。機動チームのボールで試合再開。ゴール前に不動が切り込んだ。どうした富田か。おっ、お前ごときじゃ。津波がクリア、間一発だ。津波、助かったぜ。おう、しっかりしろ。ゴールは波打ち際と同じだ。舐めたら足元を救われるぞ。おう、どんまいだ、飛び高。飛び高か。全くデータがないので警戒していたが、どうやら考えすぎだったようだな。今頃気づいたのかよ。飛び高くん、動きがぎこちないわ。まるで初心者です。彼がなぜ代表選考に呼ばれたのか謎ですね。爆熱スターム。チームともフォワードが本領を発揮。白熱のゲーム展開だ。クイックドロー。これぐらいやってみせないとね。エンドチーム、ゴール前に攻め込む。決めるのは染岡か、フブか。何、カットのカットで流れが変わったぞ。今度は機動チームの攻撃だ。おしゃしねえぞ。何、ゴーアンジさん、行け、ドラマル。おっと、バックパスだ。ここで前半終了。日本代表の座をかけた戦いはまだまだ続きます。なぜだ。みんな、いいプレーしてるぞ。最後まで全力で頑張ろうぜ。ああ、はい、どうぞ。なんでメガネさんがマネージャーの仕事を。マネージャーではありません。このメガネ兄ことかけるは戦術アドバイザーとして日本代表に同行することになりました。やってることはただの記録係だけどね。小暮くん、あなたのベンチはあっち。ドラマル。はい。ゴール前、なぜバックパスをしたんだ。あそこが決定的なシュートチャンスだったはずだ。先輩たちがいるのに前に出るべきではないと思いました。どうした。誰もが代表に選ばれようとアピールしているのに、あいつ。これが
日本代表候補とはな。イレブン！イレブン！目指せ！日本代表！後半に入って試合はさらに白熱！選手たちは代表に選ばれようと猛アピールしているかのようだ！ギロさん！ゴイキン！ラオウ！旋風陣！トラマル！トラ！いいシュートだ。次は絶対に決めてやる。楽しそう。さあ起動が仕掛ける。行くぞ。ゴエンジ神山土方、ゴエンジを待ってた。なんとゴエンジはおとりだ。勢いに乗った機動チームが攻め上がる。来るぞ。おイリュージョンゴール、シャドウダーク、トルネード、今度こそ。キャッチ！機動チーム逆転ならず。シュートが急に失速した。なんだ今。運命の代表選考戦もタイムアップ目前。このまま引き分けで終わるのか。みんな最後まで全力だ。悔いを残すな。力を全て出し切れ。